ネオルク・アウグスト・ゼンカーは、ドイツの演芸家、植物学者、動物学者である。中央アフリカで働いた。ライプツヒで生まれた。父親のジュリウス・テオ・ドール・ゼンカーは、東洋学者で、トルコ・アラビア・ペルシャ語辞典を出版した。母親はロシア語の翻訳家であった。学校を卒業した後、ライプツヒ大学植物園で演芸家の見習いとして働いた。 1875年から1878年まで、兵役に着いた後、イタリアのナポリに移り、植物園で働いた。最初の結婚をするが、妻はその年のうちに亡くなった。ヤウンデの試験農場、ゼンカーも移っている1886年の末に、イタリア人の学者、ボーベと共に、今後盆地の探検を行い、ボーベは1887年、 ヨーロッパに帰還する途中で没するが、前ンカーはガボンに泊まり、ドイツの実業家、ベールマンがアフリカに作った会社などで働き、薬用植物の栽培実験などを行った。その後、探検家のリヒャルト・クントが開いた、カメルーンのヤウンデの試験農場で働いた。1895年に、一旦ドイツに戻るが、再びカメルーンに渡り、ビピンデで民間人として農園を開き、 コーヒー、カカオ、ゴムなどを栽培した。カメルーンで長年、暮らし、植物学、動物学、民族学に関する膨大な資料をベルリンに送った。第二次世界大戦で多くは失われた。多くの動植物の学名にツェンカーの名前が、懸命された。以下に例を示す。G ・チェンカーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ゲオルク・ツェンカーを示すのに使われる。 ありがとうございます。